はい、現在加茂水族館では今日現在です、75種のクラゲを展示しています。このクラゲは大きくなるクラゲなんですけども、加茂水族館の水槽では唯一2種類のクラゲが入ってるんですよ。普通は毒の強さが違ったり食べられたりしてしまうもんだから同じ種類しか1つの水槽には入れないんですけど、ここ特別2種類入ってて、とても見分けるのが難しいので、これ頑張って皆さんこれ見てください。面白いですよ。ここにいるのがその新種のクラゲ、ギアマンクラゲです。もう20年近く展示してたんですけどね、誰も新種だとは気づかず展示されてたものが、オリジナルだったっていうのが、分かりました。ギアマンクラゲの研究者ってもいるんですよ。で、共同で研究しないかって持ちかけられて、こちらからサンプルをお出ししたと。その結果遺伝子を調べたら全く別種だったっていうのが分かった。驚きです。やっぱり一番人気は水クラゲですよね。でっかい水槽にいっぱい入ってる、あの様はみんな声が上がりますね。日々1種類でも多くね、いい状態で皆様に見ていただけるように、本当に昨日よりは今日、今日よりは明日という気持ちで努力してますので、ぜひぜひそのクラゲを堪能していただきたいなと思います。